ゲッセマネは X ファイルのシーズン4第24話で1997年5月18日に FOX が初めて放送した。なお、本エピソードはミソロジーに属するエピソードであり、シーズン5第1話期間パート1及び第2話期間パート2へと続くエピソードである。本エピソードではオープニングのスローガンがビリーブザライに変更されている。 なお、本エピソードのタイトルであるゲッセマネとはイエスが、イスカリオテのユダに裏切られた場所のことである。1999年9月26日、本エピソードは、期間パート 1&2 と合わせて、リラックス、期間というタイトルで日曜洋画劇場にて放送された。モルダーのアパートで死体が発見されたとの通報があり、警察が捜査に当たる。 死体の身元確認のために呼ばれたスカリーは死体を見るやモルダーであると断言してその場から立ち去る。鎮痛な面持ちのまま、スカリーは FBI のサモン会に出席していた。サモン会の議長を務めるスコット・ブレビンス課長はスカリーにモルダーの仕事ぶりについて尋ねた。冒頭のシーンから数日ほど前、カナダのセイントイライアス産地で探検隊が氷に うず漏れたエイリアンの死体群を発見したとの一報があった。探検隊のリーダーであったアーリンスキー教授はモルダーにエイリアンの DNA が含まれていると、オボ式氷のサンプルを送付した。サンプルを検査したスカリーはその DNA が地球外のものであると結論付けたが、そのサンプルは何者かによって奪われてしまう。スカリーは自分を襲撃した人間が、 アメリカ国防総省の職員であるマイケル・クリッチュガウだと突き止めた。クリッチュガウはスカリーに追い詰められるが、自分はもうすぐ殺されるから、あなたに殺されても構わないと述べ、抵抗をすらしなかった。その頃、教授と一緒に山頂へ急行したモルダーは、探検隊員の銃殺死体の山を見つける。ただ一人生き残ったバブコックは、エーリアンの死体の間に身を隠していたのだという。 ともかく、三人はエイリアンの死体をアメリカへと運ぶことにした。死体を解剖した結果、それが地球外の知的生命体のものであることが判明した。興奮したモルダーがスカリーに、その事実を知らせに行った隙をついて、スコット・オステルフという暗殺者が教授を殺害した。モルダーはスカリーからクリッチュガウを紹介された。クリッチュガウは、 エイリアンなどというものは、軍産複合体の陰謀を隠蔽したい政府の、捏造に過ぎない。君の妹さんの誘拐事件も、政府の手によるものだ。地球外生命体と思われているものも、地球上の生命が突然変異しただけのものだ。当然、君が山で見つけたエイリアンの死体も偽物だ。とモルダーに言い放った。モルダーは、クリッチガウの説明を一生に伏そうとしたが、スカリーが、 私が癌になったのもあなたにエイリアンの存在を信じ込ませるためだったそうよというのを聞いて動揺してしまった。モルダーはアーリンスキー教授とバブコックが殺されエイリアンの死体がなくなっていることに気がついた。あと一歩のところでまたしてもエイリアンの存在を立証できなかったモルダーは意気承にして自宅のアパートの床に崩れ落ちた。テレビで 宇宙人がいるか否かに関する議論が展開されていたが、そんなのも耳に入らなかった。ここで、再び冒頭のシーンに戻る。スカリーは、サモン界のメンバーに向かって、昨夜、モルダー捜査官は、自分の拳銃で頭を撃ち抜いて自殺しましたと語る。山頂の洞窟でのシーンを撮影するために、倉庫を借り切って、セットが組み上げられた。 その倉庫はかつて冷凍庫として使用されていたものだった。セットの建設にはトラック数台分の資材と930平方メートルのスタイロフォームが使用された。このセットは X ファイルで使用されたセットの中で最も高額なセットの一つであった。セットの装飾には本物の雪と氷が使用されたため倉庫内の温度を氷点下29度以下に保つ必要があった。 その寒さの中では俳優の息も白くなるため俳優たちはよりリアルな環境で演技をすることができた。また山頂でのシーンはバンクーバー近郊のシーモア山で撮影されたのだが山の天候が思わしくなかったため予定を延長して撮影を行う必要があった。本エピソードの制作はドゥカブニーの結婚式の一週間前に行われたので 彼の結婚相手であったティアレオーニがセットを訪れるというサプライズがあった。厳しい撮影の末に出来上がったファーストカットは長すぎるものであったため12分ほど削る必要があった。カーター自ら山頂でのシーンのいくつかを削る決断を下したが完成版が出来上がったのは放送の2日前であった。カーターはホニエピソードを大きなアイデアがあるエピソードと評しており、 主な関心は、神の存在について議論することであったと語っている。また、マイケル・クリッチュガウの名前はアンダーソンが以前指示していた演劇のコーチの名前から取られたものである。1997年5月18日、ホックスは本エピソードを初めてアメリカで放映し、1985万人の視聴者を獲得した。本エピソードは賛否両論となったが、 肯定派の方が優勢であった。シカゴサンタイムズのロングランケは鮮やかなシーズンファイナルだったと高く評価している。シネ・ファンタスティックのポーラ・ビタリスは本エピソードに4つ母子評価で2つ星を与えて情報をあまりにも隠しすぎているので1本のエピソードとして成立しているとは言い難い。ゲッセマネの脚本にはかなりの曖昧さがあり、そのために俳優陣の演技が どうとでも解釈できるようなものになっている。俳優陣はそんな脚本に果敢に立ち向かった、と述べている。AV クラブのザック・ハンドルンは本エピソードに b 評価を下し、いくつかの仮説をどれももっともらしく提示し、それもがあり得そうだと思わせようとしているが、5年間にもわたって続いているシリーズでそれをやるのはあまりにも困難である。 クリッチュガウの説明が崩した陰謀の前提は、ほんの一部である。姿形を変えるバウンティハンターや、自由能力を持ったエイリアンはどう説明するのか。これらは、エイリアンの実在を信じさせるのに十分であろう。と述べている。ロバート・シャーマンとラース・パーソンは本エピソードに対して五つ母子評価で4つ星を与え、多くのものをやろうとしすぎている特言を提出しつつも、視聴者の心を、 ぐっとつかもうとする熱意がある。と評している。1999年の感謝祭に FX は本エピソードと続く、期間パート 1&2 をミソロジー系エピソードのベストとして特別に放送した。本エピソードはクリフハンガーで終了したため、モルダーは本当に死んでしまったのかという点に注目が集まることとなった。ウォールストリートジャーナルや、 ザニューヨーカーでも特集が組まれるほどの注目が集まったのである。カーターは、ゲッセマネ全体のストーリーラインは政府による、でっち上げを中心に回っていますが、後々大胆な真実が明かされるわけです。信念を失ったモルダーが自殺を選んでしまったと、視聴者の皆さんが信じ込んだのは、私たちスタッフにとって、身に驚くべきことです。と語っている。 ウゴネットワークスは本エピソードをテレビドラマ史上のシーズンファイナル傑作戦で21位に選出しシリーズ全体のミソロジーの革新をはっきりと打ち出したエピソードと評した。デン・オブギークのジョン・ムーアは本エピソードをシーズンファイナルとして最も傑出したものの一つファンの予想を見事に裏切ったと絶賛している。また、ムーアは マイケル・クリッチュガウのキャラクター造形にも惜しみないサンジを送っている。ラース・パーソンとロバート・シャーマンは、モルダーが自殺するほど幻滅するというのは、彼のキャラクター設定からして考えられないと述べている。ありがとうございます。